大阪誠司でございます。今日もですね、働き方改革、とりわけてもなお裁量労働制の部分について質問をしたいと思います。この裁量労働制の件については、この間もいろいろ議論をしてきましたが、特に問題になっているのは、平成25年の、労働時間等総合調査ですか、このデータについていろいろと問題になっていると。ただ、働き方改革については労政審で議論をしてきたと。そしておおむね妥当とのいわゆる報告答申が出たんだと。だから、データいろいろ不備な点もあるけれども、これは法案の提出はその方針は変えるつもりはないということだと理解をしておりますけれども、それでよろしいですね。うなずいておられますのでよろしいですね。よろしいですね。あ、どうぞ。加藤厚生労働大臣。今の私どもの姿勢としては、労働政策審議会においてですね、おおむね妥当とこういう答申をいただいておりますので、その答申に沿って、法案を作成をさせていただいているこういうことでございます。委員長、大沢君。そこで私はですね、いろいろと見ていて疑問に思うことがあるんです。今回この労政審でこの裁量型労働の議論をスタートするきっかけになったのがですね、いわゆるその日本最高戦略会議ですか、これが労働時間法制の見直しということで、平成25年の6月14日にこれは閣議決定しているものの中にこれが含まれているわけです。で、今回ずいぶん議論になっているこの平成25年労働時間等総合実態調査、これの実施を決めているのは実は平成25年の2月13日なんですね。従いましてこの法制審で議論をする前に労働時間のこの実態調査というのは決めているわけであります。これはもちろんどんな調査であれ、議論に資するデータであるならばそれを利用するのが当たり前だというふうには私は思いますけれども、一方でですね、厚生労働省の内部では労働政策研究研修機構、いわゆる GPT と言われているところでありますけれども、そこに要請する調査研究としてこの労働時間の調査、裁量労働制等労働時間調査というものをこれ依頼しているわけであります。で、この中で見るとですね、裁量労働制については、規制改革会議等の政府の会議においても改革が議論の俎上に上っており、具体的な実態把握が必要となっている、こう言ってるわけですね。しかも加えて平成25年度下半期に労働政策審議会で議論を開始する予定であり、平成25年度内に調査研究成果をまとめていただきたい、こういうことを厚生労働省から GPT に言っているわけですが、でも現実には使われた労働時間のデータですね、労働時間のデータは GPT を使わずに平成25年度の労働基準監督署が行った調査を使っているわけですね。これはなぜですか。加藤厚生労働大臣。まずフライング気味にこの調査を始めたのかというご指摘がありましたが、これは中小企業の対するその割増賃金の適用って、これが実は今提唱されているんですけれども、3年後の見直しということがありましたので、それも前提にしながら議論がされる、それを前ということで、実態調査を始めたと、こういうふうに承知をしております。で、その上で今委員ご指摘のように、平成25年度の労働時間等総合実態調査に基づく資料、これは比較したものは出しておりませんけれども、出させていただきました。で、他方で GPT というその機構を呼んでるんですけれども、それについてもその満足がどうかということは出させていただきましたけれども、その平均時間の推移について、これをなんでそこで出していなかったのかというのは正直言って私も今承知をしておりませんけれども、当時別にそれ自体すでに公表されていた資料でもございますし、そういう専門家であれば皆さんご承知あったんだろうと思いますし、また労働政策審議会から具体的にこういう資料を出してくれというのも当時なかったと、こういうふうに承知をしております。大沢君。なぜ出さなかったのかわからないということでありますけれども、でもこれおかしいですよね。そもそもこの、厚生労働省では労政審で使う資料だから調査してくださいって頼んでるわけですよ。なぜあえてこれを出さないのか。しかも私は25年2月にその労働時間の調査をしたことがフライングだというふうには思いません。それは今時短の関係もあってやってるということは私も承知をしておりますので、必ずしもこの労政審の審議に使うということでやったわけではない、
いわゆる、まあ、労政審の審議にも使うんですけれども、この裁量労働制を入れるということのために、JLPT に積極的にお願いした調査ほどに、この裁量労働制のことについて使うという積極性は、JLPT にお願いしたものよりは私は若干落ちるというふうに思うんですよね。それで、私はこの JLPT が発表したこの結果ですけれども、これ、裁量労働の方が勤務時間が長いという、そういうデータがこの中には含まれているわけですね。一方、政府が直接行った平成25年の労働時間等の総合実態調査は、これは比較してはならないものではありますけれども、これまでの答弁の中で、一般労働者よりも裁量型労働の方が短いというデータもあるという、まあ、取り消しの答弁ではありますけれども、この3年間それをずっと使ってきた。そうしてみるとですね、なんとかしてこの裁量労働制を入れるための根拠、それをどちらに求めるか。いや、この JLPT の方を出しちゃうと裁量労働の方が長くなるから、これはまずいな。そういう意図が働いたのではないかというふうに思わざるを得ないんですが、これは多分、ここで議論しても答えが出ないと思いますので、これ以上は議論しませんが、多くの人は、特に専門家であればあるほど、こういうことについてはこういう懸念を持っている。昨日、中央公聴会が行われましたけれども、ここで口述をされた方のお一人も、そういう指摘をしておりましたので、この点は、指摘をしておきたいと思います。そこで、今回、平成25年労働時間等総合実態調査でありますけれども、不適切なデータを、この、まあ、比較をしてしまったということで、総理も答弁を撤回し、謝罪をしたわけであります。しかしですね、私、これ、どうも理解できないんですね。平成30年2月13日、今月の2月13日の、時もですね、こう言ってるんですね。実際データがどうなっているか、今、精査をさせていただいている。それから、これは14日、次の日ですね。我が党の枝野代表への質問でですね、今実際の調査票はなくなっているということでありますが、それを踏まえてうんぬんかんぬんとありまして、打ち込んだ個々のデータはあるということでございますので、今それを精査させていただいております。こういう答弁をしているわけですね。で、一方で、これは2月の19日、これは政府参考人山越さんですけれども、山越さん、これ加藤大臣も答弁されてますね。2月の19日。それぞれの調査が不適切であったということを申し上げているわけではございません。それから、これは政府参考人です。一般の労働者あるいは裁量労働制を適用される方について作成されたデータについては適正なものであったというふうに考えております。精査をしていると言っている一方で、適正だとか調査は大丈夫だということを言っているんですが、これは一体どういうことなんですか。加藤厚生労働大臣。今、いっぺんにこれ、いろんなことをおっしゃったんでですね、確か19日の段階については、もうすでに確かお話をさせていただいていたんじゃないかなと、この精査した結果について、させていただいてたんじゃないかなというふうに記憶をしているんですけれども。大沢君。これでも19日の議事録ですね。で、19日の議事録で、これは、19日、誰に対する答弁ですか。高井委員ですね。山越政府参考人。いや、私が言っているのはですね、データについては適正なものだと言っているということを19日の時点で言っているということなんですよ。これでいいんですかということなんです。加藤厚労大臣。すみません、一つ19日の朝の理事会でですね、そのデータについて、異なる手法によって得たものを比べたことは不適切であるということを含めて、一連のその時分かったことを報告をさせていただいた。で、多分その後の質疑なんだろうというふうに、その後の質疑のことをおっしゃっているというふうに思います。で、そこでおいて申し上げたのは、それぞれ、その、比べて不適切だったことを、これと同時に、その、入っているデータの中にですね、24時間を超えるような数字があった、まあ、こういったことも申し上げ、一部においてはですね、不整合なものも入っていると、こういうことは申し上げたところでございますが、まあ、その上において、それぞれこのデータを使っていただいて、結論を出していただいた、そしてそれをしっかりと踏まえて、法案の作成をしていきたいと、こういうことを申し上げたわけであります。大沢君。19日まで精査をして、19日の時点で適正であるというふうに言っていた。ところが、そのデータ、我々が手にして、内容を
我々も随分努力をして長妻政調会長を先頭にですね中身を見させていただいた。その結果117件、これ我々が見つけたものでありますけれども適正でないデータがあったということでありますので、19日時点のこの調査は適正であるとかデータも適正に作成されているという答弁はこれは間違いだったということでよろしいですか。加藤厚生労働大臣。ですからその段階でもいくつか 不整合なデータがあるということは申し上げたわけでありまして、まあ、その上でこのご指摘、このデータを使っていただいてご判断をいただいた、それをその結果をしっかり踏まえて対応させていただく、こういうふうに申し上げたところでございます。小沢君。でこの点についてですね、元になる調査票、いわゆる原票と呼んでいいかと思いますけれども、当初は原票がないと言っていたと。ところが原票が出てきた、これはだから 原票がないと言っていた答弁は誤りだったということでよろしいですね。加藤厚生労働大臣。これは先ほどお話をしたんですけれども、この精査をするときに個々のデータに当たるということを申し上げさせていただきました。そして 私は事務方にそうしたデータがあるのかという確認をする中で、現在 その実際の今言った調査票に記載された原票はないけれども打ち込んだデータはありますということだったんで、それをしっかり精査をしてほしいということで指示をいたしました。でそういった認識の中で枝野議員と このやり取りの中でですね、事前に想定してたわけじゃありませんけれども、やり取りの中で私が1万に及ぶデータを精査しているというお話を申し上げたところ、枝野議員からそれだったらそれを出してくれというお話があったんで、その時の私の認識では今申し上げたようにないというふうに聞いておりましたから、ないという原票そのものはないということでありますけれども、しかしできる限り出すという意味において打ち込んだデータはありますので、それに対して出させていただきたいと、こういうことを申し上げたわけであります。大沢君。大臣、私なかったものが出てきたのは良かったと思うんですよ。だからそれは正直に言えばいいのに、何もなんていうかな、言葉として、いや時はないと言ったけれども実は20日の夜に出てきましたでいいと思うんだけど、なぜストレートに言わないのか、誠実さに欠けるというふうに私は思います。そこでなんですがね、この例えば2月14日の時点で精査してますと言ったと、19日の時点ではその比べてはいけないものを比べてしまったと、だけれどもデータは正確だったと言ったようなニュアンスの話をしてるんですが、データは適正だって言ってるわけですから、この間どういう精査をしてきたんですか。個々のデータに当たると言っていた、原票もない、精査するってどういう精査をしてきたんですか。加藤厚生労働大臣。まず一つは申し上げたようにどういう形で選んだデータなのかということの疑義がございました。そして一般の方については調査票を見たらですね、平均的なこの1ヶ月の平均で見て平均的な社を取り、そしてその社の1週間の一番長い1日の長いデータを取っている、これは調査票を見れば分かるわけでありますが、残念ながら裁量労働制については平均的な社でしたか、平均的なちょっと正確に今手元を持っていませんけれどもという書き方でございましたので、これはじゃあどうなっているか分からないということで、それをしっかり調べさせていただいた、要するにどうやって選んだのかということを精査させていただいた。それからもう一つは、いろんなご指摘があって、この時間を超えたらおかしいじゃないかというデータに対してさまざまなご指摘もいただきました。それについてここ分析をさせていただいて、そうした状況がどうなっているのかということを調べさせていただき、そして19日の報告においてもですね、確か3つの事案についても明らかに人間の時間は24時間でありますから、それを超えるデータが入っている、まあ、そういうことをご報告をさせていただいたということでございます。大沢君。大臣、この間個々のデータにはきちんと1万件当たったんですか。当たってないとしか私は思われないんですね。当たったんですか、1万件。加藤厚生労働大臣。できる限り当たらせていただいて、それは一個一個全部やればですね、それはさらに時間がかかったというふうに思います。全部いろんな相当しなきゃいけないんで、ただ一定の時間にご報告をしなければいけない、しかも精査をするということで、まあ、正直言ってから随分時間を経っているわけでありまして、まあ、そういった意味においてもその段階でできる限りのものを申し上げたところでございます。大沢君。
今回ですね、我々がこのデータを見て、まあ、117件その不適切なデータを見つけたわけであります。その中にある代表的なものというのはお手元に資料を配らせていただきましたけれども、例えば平均的な社について1日の残業時間よりも1週間の残業時間の方が少ない、これ明らかにどう見てもデータとしてはおかしいわけですよね。これは月に対してもありますし、それから平均的な社だけではなくて別なものに対してもあるということであります。これはこういうことで分かったわけですが、厚生労働省として精査をした結果、独自に見つけたその誤りというのはございますか。加藤厚生労働大臣。このデータそのものもですね、具体的に一個一個どういう具体な精査をしていたのか、これある程度自分方に任せておりますけれども、ただ一つ分かったのは、最初にご報告をしたときに3件、これは明らかに24時間を超えているということが分かりました。それから今これと、それからもう一つ、それ先ほど申し上げた3件以外に1日24時間どうも働いているんじゃないかというデータが15件ある、これもご指摘をいただいておりまして、それがどういうものなのか、そういったものも精査させていただいているところであります。大阪君。先ほど1万件全部に当たってないということでありましたけれども、私たちこのデータの誤りに気がついたのはですね、実は非常に単純なことなんですね。明らかに1日よりも、1日の残業時間よりも月の残業時間が短いデータがあればそれはおかしいわけです。これが、皆さんから提供いただいたいわゆるエクセルの表でありますけれども、すごいたくさん数字が書いてある、それもごく一部ですけれども、これを見て一目瞭然でそういうことがわかるわけであります。これ以外に間違いというのはもう大臣ないんでしょうか。加藤厚生労働大臣。それ以外もですね、どういうものがあるか、今精査をさせていただいているところでございます。大沢君。大臣、それは私は正しい姿勢だと思いますよ。いや、よもや大臣がここでですね、117だけが誤りで、あとはないっていう、もし答弁されたらですね、ここでもう爆発しようかと思ったんですが、これはやっぱり1万件しっかり調べなきゃいけないと思うんですよ。それでこれはですね、大臣、このデータの不備が出ても法案のその提出は変えないという答弁をされているわけですが、私は労政審ではこのデータでしか裁量労働については議論してないんですよね。他のデータは出てないわけですから、このデータがもし瑕疵であるということであればですね、それはやっぱり法制審の議論って適切なものじゃないと積極的に手を挙げられるということは反論があるんだと思いますけれども、一般論としてそう思われませんか。加藤厚生労働大臣。今いただいているご指摘は実は一般労働者のデータなんですね。でもちろん裁量労働の方も我々精査しなきゃいけないと思います。ですから、ただ今までのご議論は一般労働者でありますから、このデータは先ほど申し上げましたように長時間労働の是正をどうするか、あるいは中小企業における割増の適用を廃止をするかしないか、こういうことでございますので、したがってもちろんご指摘のようなですね、問題点がありましたけれども、しかし結論において、罰則付き上限規制を入れていく、あるいは中小企業のですね、割増賃金の適用をしていないことを廃止をする、その結論においてはですね、私は変える必要はないだろうと、こういうふうに思っております。大沢君。確かに今私は例示にしたら一般の社であります。それじゃあ裁量型労働の方のデータには誤りがないということは断言できるわけですか。加藤厚生労働大臣。ですから裁量労働制についてもこれは精査をさせていただきたいと思います。縦横斜めからですね。ただその委員のご指摘もありましたように、労政審ではですね、裁量が長い一般が短いとか逆のこともありますが、そういった議論はしておりません。基本的に裁量労働制において長時間労働の懸念があると、こういうご指摘をいただいたんです。したがってそれに対してしっかりと時間を把握していく必要があるのではないか、あるいは監督指導をしっかりするためにも権限規定を与えるべきではないか、あるいは不適切な人間を対象にしてはいけないから、その対象者についてきちんと省令に書いて限定していくべきではないか、こういうご指摘をいただき、これはいわば規制強化だと思いますけれども、そういった中身も今盛り込むべくして議論をさせていただいている、こういうことでございます。大沢君。大臣、労政審に出すデータって私結構大事だと思いますよ。で
労政審の中で裁量が長いとか短いとか一般が長いとか短いとかの議論がなかったというまあそういう事実を話されましたけれども、だからといって提出したデータがいい加減でいいということにはならないんですよ。じゃあこれ中身精査してくださいよ。これですね、しかも今回ちょうどいいことに原票が出てきました。原票と付け合わせしてちゃんと精査をするということをしなければ労政審の議論の適切さが保たれないと私は思いますよ。で、いやいや大臣首かしげますけれども、それじゃあ労政審に出したデータは多少の誤りがあろうが何であろうがそれはいいんだっていう認識なんですか。加藤厚生労働大臣。いや、そんなことを申し上げているわけではありません。出す以上ですね、しっかりとしたデータを出すのは、これは事務当局としての当然の責務でありますから、まあそういった意味で、こうしたデータが出ているということを我々は謙虚に反省をしていかなければならないと思います。ただ、労政審の審議全体を見たときにどういう影響があるのか、そして結論においてそれがどういうことなのか、やっぱりそこをしっかり考えていかなきゃいけないと思いますし、まあ、特に長時間労働の是正、これは委員会はじめ皆さんからも、もう過労死を撲滅すべきだ、こういうご指摘をいただいております。私どももうスピード感を持ってやっていかなきゃいけない。まあ、そういった中においてですね、確かにデータにとって不備があったり、様々な国会に ご迷惑をおかけをしたこと、我々は真摯に反省をしていかなきゃいけない。それはその通りでありますし、我々はそれを重い反省としてこれから対応していきたいと思いますが、ただ今求められている長時間労働の是正と、それにもしっかりと取り組む必要がある、こういうふうに考えております。大沢君。私、労政審の議論も相当疑問があるんです。この平成25年の労働時間と実態調査の出し方がですね、相当問題がある。これは先日長妻委員も指摘をしましたけれども、労政審では平均的な社の定義や一般労働者の勤務時間と裁量労働者の勤務時間の調査手法というか調査条件の違い、こういうことを明示をしてきちんと説明をされていないわけですよね。そして、加藤大臣自身も労政審議会の方がどこまでそこを理解していたか、これはちょっと私は承知をしておりませんけれどもという答弁をしているわけですね。それじゃあ具体的に条件の違うものを提示して労政審の委員の皆さんがどんな認識で議論したかっていうのは全くわからないっていうことであるならば、言ってる意味わかりませんか。1週間のこともそうですし、そもそもデータ、今回の平成25年の総合調査なるものは平均的な社っていうのはどういうものであるのか、これきちんと説明してないですよね、労政審で。それから一般労働者の勤務時間、それから裁量労働者の勤務時間、この調査の条件が違うってことも説明してないですよね。説明しないでデータを提示している、それじゃあ議論の材料として適切ではないと私はそう思うんですが、いかがですか。加藤厚生労働大臣。例えば一つ一つの議論をするときに一つ一つの定義を説明しながら説明しているかと必ずしもそうではなく、まあ、しかもそこにおいでになる方はそれぞれこうした問題の専門家の方がおられるわけでありますから、当然それをベースに説問させていただいたというふうに思います。それから裁量労働制についても、この裁量労働制とそれからの場合には特にみなし時間との関係をチェックする、まあ、そういった意味での資料も提供させていただいているというわけでありますから、それぞれその長時間労働について議論するときの一つの材料になっていることはもちろんその通りでありますけれども、また裁量労働の議論とっての一つの材料になっていることも事実でありますけれども、ただそれ以外のことも含めて全体としてご議論をいただいて、今先ほど申し上げたような結論を得られているわけでありますが、我々はその結論をしっかり踏まえて対応させていただきたいと思います。大沢君。驚きの答弁ですね。いちいち定義は説明しない、専門家の方が議論をされている、専門家の方が議論されている、それはそうかもしれません。だがしかしですよ、皆さんがこの3年間誤っていたんですよ。一般労働者と裁量労働者、調査の条件が違っている、それはあたかも同一であるかのようにこの3年間言い募っていた。答弁まで取り消して謝罪した。皆さん自身が間違うようなそういうデータなんですよ。それをなぜ労政審だけは専門家が集まっているからそれは
あたかも適切であるかのような物言いをするんですか。おかしいじゃないですか。どうですか。おかしいじゃないですか。皆さんがだって間違っていたんですよ。なぜ老精神がそれでは適切にそのデータを理解しているって言えるんですか。加藤厚労大臣。私は前の申し上げたように具体的にどのように認識をされているかは私自身は承知をしていないということは申し上げたところでございます。いやいや、それはそれぞれの委員がどう認識をしているかというのはそれは本人に聞かなければこれは誰も分からないことなんだろうというふうに思います。まあ、その上で今のお話は平成17年度の調査においても同じ調査、同じやり方で出させていただいております。そしてその継続の中で比較もさせていただいております。まあ、そういったデータでありますからある程度そこは皆さんご承知であり、まあ、仮にそれからもう一つは比較をしているわけじゃありませんので片一方は一般的な労働者、こっちは裁量は裁量としてご説明をさせていただいておりますので、それはそれぞれとして理解をし、しかもその一般の方については長時間労働をどう是正するかという観点でご議論をいただいているわけでありますから、まあ、そういった中でそのデータを出したことが適切か不適切だということはあるかもしれませんけれども、まあ、そういった意味では長時間労働の是正をどうするかという意味においては資したデータではなかったのかというふうに思っております。大沢君。労精神にですね、一般労働者と裁量型の労働者のデータの比較は出さなかったっていうところは、それは私は何度も説明聞いてますから理解してます。だけれども、比較をしてはならないデータだっていう説明はしてないですよね。このデータは条件が違うから比較してはならないデータだっていう説明はしてないですよね。加藤厚生労働大臣。もちろんしておりませんが、ただデータそのものが、1週間のデータと片や1日のデータでありますから、通常1日と1週間というのをストレートに比較することは多分なく、もし比較する必要があればですね、こっちの1日のデータはないのかとかですね、多分そういうご下問があったんではないかとこう思います。大沢君。大臣の答弁はですね、非常に都合がいいですね。労精神の皆さんはこういう調査データを出せばそれは専門家だから理解するはずだ。だがしかし政府の皆さんはこの3年間一般労働者と裁量労働者のデータを比較してはならないものだという認識を持たずにこの3年間来たわけですから、皆さんが間違うような間違いを、労精神の皆さんが同じような間違いをしていなかった保証はないと私は思うんですよ。なぜ労精神の皆さんはそういう誤解をしないんですか。そんなことがなぜ言えるんですか。加藤厚生労働大臣。いや、ですから それぞれどう認識をされたかは私はつまびらかに承知をしておりませんということは申し上げた上での話でありますけれども、通常であれば1週間のデータと1日のデータを比べることはないということ、それからこれはその冊子にも書いてありますが、1週間等々のデータはすべて母集団に戻して要するにこう補正をした数字であります。で、片一方裁量労働は実データでありますから、そこを見ればですね、少なくとも期間も違うし加工も違うんでありますから、同じデータで出すべきだと、こういう指摘があったんではないかと、そういうことを申し上げたわけであります。大沢君。今のヤジの通りです。でも政府はその違うものをずっと比べてきたわけですよ。なぜ老精神の中でそういう認識が広がるかもしれないということを正直に認められないんだけど、政府がずっと誤ってきたんですよ。政府は誤ってきた、それで謝罪もした、撤回もした、老精神の議論は正しかったってなぜ言えるんですか。加藤厚生労働大臣。いや、私は正しかった今言った点についてどういう認識をされていたか分からないということを前提に申し上げ、ただその上でですね、混同があったのではないかとおっしゃるもんですから、いや、普通であればですね、今申し上げた違いが明らかになっているんで、それだったら同じデータに同じベースに乗ったデータを出してこいと、まあ、こういうお話があったのではないかということを申し上げているにすぎません。大沢君。労精神の議論は私は適切でないというふうに思います。政府すらが3年間間違うようなデータでありますから、その点は強く指摘をしたいと思います。改めてデータの問題に戻りたいと思いますが、117件、これ我々がこのデータを見てですね、まあ、ざーっと見てこれはおかしいというので、直感的にというよりも目視ですぐ気がつくようなものでありました。これ以外にもあるかもしれないということでありますけれども、この精査っていつまでにやるんですか。加藤厚生労働大臣。
これはまずこれまでもご指摘いただいているように現データが出てきたわけでございます。すみません、それに対してその謙虚じゃない、確かに時は私はそういう認識で申し上げましたが、まあ、結果として野党からのご指摘の中で厚労省の倉庫から出てきた、やっぱりこの事態についてはですね、私自身もしっかりと中を掌握していなかった、そういう意味においてはそれはしっかり反省していかなきゃいけないと、こういうふうに思っております。でその上で今野党からご指摘いただいているように、まず現データと打ち込みを比較をしろということでありますから、これは1万数件ございます。そしてあと縦横斜めとして野党からご指摘をいただいた点、あるいはそれぞれきちんと記入がされているのかということ等々、いろんな点からしていかなきゃいけないので、今の段階でいつまでということは申し上げられませんが、できるだけ速やかに対応していきたいと思います。小沢君。これですね、今回のこの裁量労働の議論の中での大きな柱なんです。このデータは大臣はあまり重視しておられないようでありますけれども、このデータが振りまいてきたイメージというのは相当に実態と違うものだと思わざるを得ないんです。だからこそ皆さんもこれは撤回をしたし謝罪もしたんだと思うんですよ。精査を急いでください。そうしなければこの議論これ以上できませんよ。精査いつまでにするかということを明確にしていただけますか。加藤厚生労働大臣。申し訳ないんですが、今の段階でですね、責任を持ってここまでにやれるということを持つほどの私、今そのいろんな意味での積算をしているわけではございませんので、ただできるだけ速やかに対応させていただきたいと思います。大沢君。これですね、このデータが出発点になって多くの答弁がですね、要するに裁量労働が長いというデータもあるという、3年間これ言い続けてきたのは政府の側ですからね。そしてしかもそのデータそのものが今信憑性がもう揺らいでいるわけですよ。117件だけという保証はないんですよ。だからこのデータをもとに我々は議論することはこれはやれない。早くだから精査をしてもらいたい。そこでお願い、原票を予算委員会にも全部出していただけますか。加藤厚労大臣。これは先ほどですね、他の委員会のご指摘もありまして、予算の理事会でお取り計らうということでございますから、その指示に我々もできる限り対応させていただきたいと思います。大沢君。総理、野次の皆さんがいろいろとこの的確な指導してくれね。総理、これですね、この間総理が答弁を撤回された、不適切な比較をしてしまった、加えてデータそのものに不備がある、今は117件ですが全件当たってみたらこれどうなるか分かりません。それで総理、これですね、もしこれ以上不備、不適切なデータが出るということになれば、私は厚生労働大臣の身体問題に関わる、そう思いますよ。そしてこれ一刻も早く精査しなければこれ以上審議できない。総理いかがですか。内閣総理大臣安倍晋三君。いえば私も答弁を撤回をさせていただき、お詫びをさせていただいたところでございまして、改めてお詫びを申し上げたいと、こう申し上げでございます。その上で今大阪委員からご指摘があった原票とですね、打ち込んだ後のデータ、これはやはり突合、いわば突合させなければいけないという、精査しなければならないということでございます。そこで厚労省としてですね、1万件以上あるわけでございまして、いつまでにということはここではっきり申し上げないと、申し上げることができないことは大変申し訳ないとは思ってますが、1万件以上あるということでございまして、ご理解をいただきたいと思いますが、しっかりと精査すると、厚労省として精査するということを今厚労大臣は申し上げているところでございまして、いずれにせよこの働き方改革についてはまさに、希望する働き方をですね、ができるような、そういう仕組みを作っていくということが、基本でございまして、我々としても、希望する方がそういう働き方をできるように、しかしその中でさまざまな長時間になるのではないかという指摘もありですね、健康確保措置等も新たにこれは加えるわけでございますし、みなし労働時間と実労働時間のこれは乖離があればですね、それを修正するようにですね、適切な指導をしていくということにも、これ新たにこの新しい法案でそうしたものを
しっかりと入れ込んでいくところでございまして、それをしっかりと厚労大臣としてですね、準備を進めていきたいといただき、もらいたいとこう思っております。大沢君。データ撤回と老精神のやり直し、それを私も求めたいと思いますが、加藤大臣、これ人の命がかかってるって何度も何度も繰り返し指摘されてます。昨日公示人の方もそのことを本当につらい立場なのにここでお話をされました。データがですね、不適切、そういう中で影響がないんだ、結果には影響がないんだ、なぜそんなことが言えるんですか。老精神ではあのデータを提出したときにこれを出発点にしてっていうような話をしていたように私は記憶してますけれども、全く出発点がダメなんじゃないですか。それでどうして老精神の議論が適切だったって言えるんですか。明確にしてください。加藤厚生労働大臣。先ほど申し上げましたように、その老精神から今いただいている権利の中身、長時間罰則付きの上限規制をしていく、あるいは中小企業の割増賃金の適用をですね、今延長していることを廃止すべきである、そういった一つ一つのことについて今お示しをしたデータとの関係から見てですね、私はしっかりやるべきだと、それを一つ一つ実現すべきだと。それから裁量労働制についてはもちろん対象のところの拡大の議論、これはもちろんあります。これはしっかり議論していかなきゃいけないと思いますが、しかし今裁量労働制に問題があるということは共通の認識になっていて、そしてそれに対してどういう規制をすべきなのか、今の制度の中でも企業においてはしっかりとうまく活用していただいている、この点については野党の議員からもそういう例があることはご指摘をいただいております。しかし他方で問題があることもたくさんあります。したがってそこをどう抑制をしていくのかといったことも含めて今回建議をいただいて法案の作成作業をさせていただいているわけでありますから、そういった意味においてですね、もちろんデータに対するご指摘、これはもう謙虚に受け止めなければいけないと思っておりますけれども、そこ労働政策審議からいただいた建議の中身、そして今それを踏まえた法案要項についてもおおむね妥当という答申をいただいておりますので、それにのっとってですね、今申し上げたことを含めた法案をしっかりと作っていきたいこう思っております。大沢君。加藤大臣で、今のお話は間違ったデータに基づいた議論で、なぜ政策を変えないのかという説明には全くなっていません。それから、間違ったデータに基づいた議論をしている、その老精神の分科会、ここでもこう書かれているんです。これはもう加藤大臣、十分お分かりだ。裁量労働制については、長時間労働を助長する恐れがなお払拭されておらず、実施すべきではない。これが老精神の分科会ですよ。誤ったデータの下での議論でもこうなんですよ。これより正確なデータを出したらどうなるんですか。もっと強い意見になるんじゃないですか。だから結果が変わる可能性は否定できない。そのことを改めてどう思うんですか。時間過ぎて、はい、時間来ております。加藤厚労大臣どうぞ。今のご指摘はそうしたもちろん意見が付されていることも事実でありますが、それも含めておおむねだとこういう答申をいただいているわけでございます。そして先ほど申し上げておりますように、過労死等をですね、なくしていかなきゃいけない、長時間労働を是正していく、これはもうまさに我々スピード感を持って取り組まなきゃいけない課題だと思っております。それに対してしっかりとですね、対応できる法案を今検討させていただいておりますので、その作業を進めさせていただき提出をさせていただきたいと思っております。終わります。ありがとうございます。